おはようございます。和がんせの影げやんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、っとですね、あのー、まあ、お客さん、えー、僕はね、もうお店をさせていただいてるんで、お客さんといろいろとお話をすることがあります。で、そのお話をする中でですね、いろんなね、こう情報というかね、えーまあ、情報ですね、 えー、をこう教えてくれるお客さんたくさんおられて非常にこうありがたいし、えー、こういうね一対一の接客をする、えー、仕事をしているからこそこういう情報が得られるんだろうなというふうに思うんですけどもそういうことで言うとすごくこうありがたいこう、えー、職業についてるんだろうなというふうにこう思っておりますけどもで先日ですね えーっとですね、そのお客さんですねーんに、えー、教えていただいたこうお店ですね伊勢庵というねこう坂本町の、えー、お店ですね伊勢やんそれは魚屋らしいんですけどもなんかこうすごくこう美味しいしちょっと特徴的なというかね、えー、ちょっと面白いこうお店ですね。 な感じでしたねほんでお話聞いていてほんでそのお店のフェイスブックもあってですねその写真をこういろいろとこう見せていただいたんですねお客さんに、ね、こういうこんな感じで出してはるんですって言ってあそうですかっていうことでほな僕ちょっと一回ちょっと買いに行ってみますわっていうことでえー、先日の休みにですね、えー、伊勢湾にちょっとこう行ってきましたで えー、そのねこう、坂本の方なんで、161の方へ行くんですけども、そのあれですメイン道路に面したところにある、えー、魚屋さんではなくてですね、ちょっとね、こうちょっとこう入った場所、だから目立ちにくい場所。 うん、住宅があってその魚屋さんがあるみたいなこうお店やったんですよ行ってみたんですよねほんで行ってみたらですねほんで、えー、僕ん中でですね、えー、もちろんね、あのー、やってると、えー、いうもう営業してるのは当たり前やと思って行ったんですけどもなんとそのお休みやったんですね、えー、定休日ということでえー、定休日はなんやなっていうことでうんしょうがないなと思って。 えーまあ、買えるという,か、ねうん、もうそのまた今度来ようというふうにこうしましたほんで外側から見たらすごくこうねこう特徴的なこう個性的なお店なんだろうなっていうのが分かるようなこのお店構えでしたねこれは面白そうなお店やなということで一度やっぱりそのお客さんせっかくこう紹介していただいたんで一度はこう買ってみたいなというふうにちょっと考えておりますほんでですね あのま,あまたその教えてくれたお客さんにご来店いただいてですねほで「休みだったんですわ」ってこう言ってたら「あそうですか」いうことでね「日曜日が休みかなんかそんな感じやと思ってたんですけど」っていう感じでねほで「また行きます」という話はこうしてて、う。ん まあまあそれはそれでねえまたこう新しい店がまあ買えなかったですけども行けたんで良かったんですよね。ほんでえそのついでといったら何ですかその坂本町にパン屋があってですねそこのパン屋がこう美味しいと。 こういうふうにこう教えていただいたのです、それはちょっとお客さんではなかったんですけども、えー、違う,こうお店でこう教えていただいてですね、でそのお店がですね、ボン・リジェールという、ねえー、坂本にあるパン屋さん。でこれもえー これもねこのお店も、えー、メイン道路沿いではないんですね。やっぱりちょっと Google マップでこう調べてですね、そう行く形ですね。ほんで、こう行きました。そしたらね、結構ちっちゃいお店だったんですね。ちっちゃいお店で、ほんで中入るとですね、えー、中からこのマスターがこが出てきてですね、でパンを選ぶというところで、えー、でおすすめなんですか言ったら。 まあどれでしょうねとか言って言ってはって多分えおすすめも何も全部おいしいでっていう,こう自信がこうあるような感じに感じましたそのマスターにねこう自分の仕事にこう自信を持ってるそれあこのパン屋はそれでね僕はこのパン屋はおいしいなっていうのがこう直感的に分かってですねでえ3つほど3つでこう1000円ぐらいかなえをパンを買ってほんで帰っていきました で帰っていって、その休みの日は僕、お酒を飲むんでね、えー、晩にこうお酒を飲むんで、週1回だけのお酒を飲むんで、こうお酒を飲んでてですね、で、えー、酔っ払った状態でここのパン,やパンをいただいたんですね。パンをいただいたんでですね、正直そのその時多分ね、僕の感覚では、あ、むっちゃうまいと思って食べたと思うんですけども、次の日、もう覚えてないんですね、その味を。うん そのせっかく美味しいパン、えーい,うん、いいパンやったと思ういいいパパンンととかじない美味しいパンやったと思うんですけど、しっかりとこう、シラフじゃなかったんで、覚えてなくてですね、これはもったいないことしたなっていうようなこう感じのことがちょっとあったということですね。うん、まあまあ、あのー、このパン屋はね、またこう伊勢庵をね、こう行ったときにまた、 寄ってもいいかなというふうにはこう思っておりますということでですねえまあその 新しいいお店に行く時っていうのはですねえその行く日が休みかどうかっていうのをちゃんと確認していかなあかんなということをちょっとえ反省というかねうんその一回はねまあ休みやってもないまあ休みやと全く思ってなかったですけど休みは休みやったでまたそれはそれでこううんそういうのはそれでおもろいかなとは思ってますけどもまあまあえうん確認せなあかんっていうのが一つのこう 学びというかね、えー、大家さんに言ったらまあ当たり前のことなんですけども、えー、自分の頭の中でも休みじゃないっていうのを前提に言ってたっていうのがね、えー、自分の中でこうちょっとこう甘いところというかねそういうふうに思いましたね、うん。それはお店なんで休みはあるんでね、えー、しっかり確認していってほんでこう次は買ってだから次買いに行く時はちゃんとこう確認していこうと。 いうふうに思います。で、まあ、Facebook、あ、Instagram かな、こうやってるって、ったほな休みのちゃんとあれも出て,出てるだろうし、調べていこうというふうにこう思いました。ということで、今日はですね、伊勢屋ん休みやったよということについてお話しさせていただきました。では、今日もよっしゃーでいきましょう。どうも、ありがとうございます。